ロボットチャンネルロボママとわたるとてっけるです。はい、今回は車中泊、イエーイ。はい、なぜ今日はなは はい、なぜ今日は車中泊をするんですか。那覇って那覇じゃないで、ここ嘘だけ沖縄行ってこい。なんでですか。なんで車中泊をすることになったんでしょうか。わかる人、竹内ちゃんからどうぞ。クワガタ取りに行くから。クワガタ取りに行くから。はい、渡るくんどうぞ。クワガタ取りに行くから。ブーなんで。あ、クワガタ取るから。クワガタ取るからブーはい、正解。実は前回鳥取の方でクワガタカブトムシ採集のツアーに参加してたくさん撮ったんですが、それはツアーだからこの木にいると思うよみたいな感じで、ある程度場所を教えてもらって、どんな木か教えてもらって、それを探すみたいな感じだったやん。でも実際自分たちだけで昆虫採集してクワガタとかカブトムシを見つけたことってないやん。ツアーで、平田クワガタは見つけたことあるんですが、渡るくんが大クワガタも自分で捕まえてみたいということで、はい、これも捕まえてみたいわ。いるかわかんないけど行ってみようということになりました。平田クワガタも持ちたい。朝が早いから車中泊になったな。そう、朝4時とか5時とかに取りに行こうと思うので、スマホ、ゲーム、YouTube、 今夜はもう早く寝ないといけないから、そういう類全部禁止です。そして明日取れないかもしれないけど、目的のもの以外、例えばカブトムシだったらさ、すごいいっぱいいるやん。クワガタも種類によってはたくさんいるから、そういうのはもう逃がしてあげましょう。取れても最後に。はい、いいですか。はい、やだ。はい、お腹すいた人。嘘やろ、おっさんと、うん、何お腹すいたな。嘘やろ、夜食を食べに行こうか。じゃあ嘘やろ、明日早いか。早くお母さんはもうだってさ、晩ご飯食べ終わってさ、じゃあ行ってきます。はい、というわけで夜食を食べて戻ってまいりました。歯磨きしましたか。歯磨きもしました。はい、もう寝る準備万端ですか。はい、違います。え、はい、じゃあもう早く寝るぜ。消すぜ。じゃあ電気消しまーす。はい、おやすみ。おはようございます。4時になりました。起きる時間です。おはようございます。あ、賢いやん、たけちゃん。おー、わたるも賢い。2人とも起きたな。4時。そうやで、今4時やで。はい、今から着替えてトイレに行きたいと思います。暗はい、というわけで今現在4時半、着きました。じゃあカブトムシ、クワガタ探しに行くぞ。およーく探すと、こうやってちょっと湿ってる感じ、多分蜜なのかなっていうのがあるんですけど、カブトムシやクワガタの姿を見つけることはできないです。おらん、おらへん。今さっきすれ違った子供が一匹虫かごに入ってたので、いるのはいるんだと思います。でも全然見つからん。行くん見つからんな。ここも見つかってないもんだって。もういないな。めちゃくちゃカナブみたいなのがこうくっついたところがあります。これカナブやな。そうやな。え、こういうところには多分降りやすいんやと思うね。めっちゃ蜜があるんちゃうとか。ちょっとしまいとんのがそうなんかな。裏側になんか。黒っぽいのがめっちゃ動きよったけど、めっちゃ動きよったら違うのか。無理やってよ。落ちとこがない。そうやね。しかもこれ滑るからな、この土。いやー、危ないで。蚊が。蚊と戦っております。無理やってよ、まだ。え？登られへんって。
おさんと無理やった。ほら。わたるくんが頑張って探しております。なんか降りそう？降りそうになさそうやな。降らなさそう。わからん。でもあんなぐじゃうじゃな。はい、残念ながらさっきの木には見当たりませんでした。あんなにカナブンおったのに。セミさんおった？セミさん山ほどおるな。ほんまや、おった。おいで、さきちゃんおいで。さあ、一匹も見つからずに終わるのか、それともせめて一匹ぐらい見つけたいんやけど。はい、セミがいます。どこなんかな。どうやな。あの大きい木はどうや。あの、これめっちゃ大きい木やん。いっぱいやで。カナブンばっかり。カナブンおるんやったら、でも可能性ある。ちょっとちょっと、俺ほら、カナブンが集まってきた。カブトムシはおらへん。この間めっちゃいる。まあ、なんかそっちにも虫っぽいな。あのお尻が見えるけどな。全部カナブンかな。全部カナブン。こっちから見えるの全部カナブン。うん。そうか。ほら。こんだけカナブンあんのに。なあ、おらんな。またまたカナブン発見。あ、金色の。しかも下からほら、2匹。うん。逃げちゃうね。あ、変な虫も出てきた。どっか隠れてない？こんだけ密で撮ってカナブンもおるのにさ。おお、飛びそう飛びそう。大丈夫？大丈夫、ついてないか。変な虫が渡るに向かって飛んできた。マジか。今のはちょっとダメやわ。え、なんか呼んどるで、お父さんが。なに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 、カナブンの奥かもしれない。なんかおるって。え、こんな下の。あ、クワガタ。え、クワガタおった。うん、マジで。メス入っていった、入っていった。カナブン。あー、カナブンのメス。カナブンは出てんだけど出てこないか。あ、こっちにもカナブンおる。うわ、ここにもめっちゃカナブンおるやん。カナブンだけ。よしよしよし。あ、出てきよ。出てきた。お、え、クワガタ。あ、クワガタメスや、ほんまや。お、クワガタのメス。ゲット。すごいすごい。自力で一匹ゲットしたやん。カナブンとかいる。そこめっちゃカナブンおるよ。ここの辺にもおるんで。ちょっとそのこの木の周りとこの底の穴とかさ、なんかいろいろ見てみよ。もう一匹おったらラッキーや。メスやったら種類が分かりにくい。うん、わからんよ。ココアかな。ココアみたい。あ、なんか嬉しいな。ツアーじゃなくて自力でさ。うん、マジでおらんねん。いや、でもツアーに行ってなかったら見つけられてないと思う。こういう木やっての実際にやっぱ教えてもらうとかないとさ、わからんもんな。この穴とかもおらへん。カナブンはおるけど。あ、これ、え、今見たのこっちの穴か。同じ穴。何だろう、俺。うん。
写真に同じあるの。同じあるの。次の木行きましょうか。どこ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 。どれ？え、どれ？もうほんまふざけんとって。ほんまふざけんとって。おしゃれ。いいか、ちょっと大きすぎてこれは撮られへんな。なんなん。全然ちゃう。信じられへんな。渡るなんて探しようの中断してきたのにな。トカゲ発見。でも穴に入ってまうんじゃそれ。あ、こっちに。あ、来た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 。いや、俺がとってるわ。穴に入らんようにしてな。あ、おった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 。それそれそれ。網で捕まえた方が早い。いや、大丈夫。全然虹色でもなんでもないな。あった。 あれやで、尻尾持っても切って、自分で切ってな、逃げるの尻尾。捕まえた。見せてください。おー、ほんまや、捕まえた。かわいい。逃がしちゃって。めっちゃちっちゃい。めっちゃちっちゃいけど虹色じゃないね。なんでやろうな。大人になったんこれで。クワガタのメスを逃がしてあげたいと思います。死んだふりしてる。動けよ、ほら微妙に今動いたな。死んだふりしてんじゃん。死んだふり。はい、じゃあクワガタさん、バイバイ。残念ながらね、メスのクワガタさん一匹しか見つけることはできませんでしたが、海上におった。はい、え、海上におった。海上におった、うん、どこに。セミが。セミ。セミとカナブンとハチはようさんおったから。セミほんまにすごいおるわ。セミがおった。いや、でもさ、ほんま、ちょっと捕まえんでええから。わー、いい。もう、すぐセミ捕まえてくる。ほんまに。あー。初めて自力で捕まえられたっていうのはすごい大きいことやな。なお、渡る、うん、また来たいですか。はい、誰も来ますか。はい、え、1時間経ったな。何が。おいら、ほんとはな、うん、あの、うん、カブトムシ一人だけ見つけてた。うそ。ほんと。うまっ。なんで言わんかったの。なんで言わんかった。なんで言わんかった。だって気づくかって思って。気づくかって思って気づかんままほったらかしてきた。でっかいやつ。でっかいやつ。でっかかった。あの黄色いやつじゃなくて。このやつ。ほんま。今度見つけたら教えてね。行きますよ。はい、多分妄想だと思いますが、可愛らしいよ。お魚おる？見えるか、そっから。おま、バケージャーには他の人には見えない何かがいつも見えているので。おった？いろんなもんがおるからな。カエルさんもボタンって入るかもしれないよ。はい、カナブンが少しでもよかったらグッドボタンさせてチャンネル登録よろしくね。ロボットチャンネルの時間だよ。全員集合をチャンネル登録してください。バイバーイ。おー、掴んじゃった。チャンネル登録。